ということで皆さん、最新230話見ましたでしょうか。第230話を一言ですれば現代最強でしょうか。衝撃の展開でツイッターのトレンドにも呪術廻戦が乗るほどエグい展開でした。ということで今回は呪術廻戦最新230話について徹底考察していこうと思います。本考察動画は本誌単行本で第230話を見た方への内容になっておりますので、必ず一度読みになってから閲覧するようにお願いします。まだ見ていない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。第230話のタイトルは陣外魔境新宿決戦8。前回第229話ではとうとう五条がですね、最後の領域展開で宿儺の熊見虫を破り無力空所の効果をかけるも、誠が出現し五条の領域結界を破壊。そんな中で注目の第230話はお互いに大ダメージを与え、頂上決戦は第2ラウンドに移ります。そんな第230話の高速テーマは大きく、誠ら適用の仕組み、術式への反転術式の正体、必殺の無力空所、宿儺の誤算、今後の展開、それでは考察をお楽しみください。前回第229話でついに満を持して五条の前に現れた徳佐の掛け持ち最強の式神、安塚の剣、異界新章マコラ。命名があれがマコラ全員家の虎の子かと言っていたように、おそらく五条の口から平定チーム全体に式神マコラの存在と大体の能力については伝えられていたことが分かるため、もし五条が敗れたとしても平定チーム側でマコラをなんとか対処する意思はあったように思います。とにかくですね、いきなり無力空所に適応済みのマコラが登場したわけですが、そのからくりは次の通り。宿儺は重複したマコラの法人を避け出し、敵をマコラの代わりに頭上に肩代わりさせることが可能。そして仙台コロニーで鎧と戦った時は宿儺は自分の頭上に法人を出現させ、宿儺がですね敵を肩代わりしていましたが、今回五条との戦いでは法人は影の中に出現していたのが第228話で見られました。そしてその影の中にいたのは伏黒恵組の魂。つまり宿儺自身はですね、領域展開無料空所を浴びないように領域を同じくぶつけて必中命令を総裁しながらも、中の伏黒恵組の魂には必中効果をそのまま浴びせて無料空所の敵を肩代わりさせ、宿儺自身と伏黒でですね、領域展開の無効化、領域展開の提供という二重のタスクを一度にこなす、かなり忙しい作業を行っているようです。なかなか解釈の難しい些細な部分ですが、おそらく伏黒を宿儺と分けて法人の先出しによる適用というですね、徳佐の影ボイスの自動操縦のようなものをしていたので、宿儺本体はプログラムを仕込むために徳佐の影ボイスを使えない状態になり、必然的に水氏しか使えなかったということのようです。しかし水氏しか使えない状態で風ガを使っていなかったことはあります。つまりこの理屈で言うと、斬撃術式の中にボックス風ガが入っていないということになり、宿儺の術式が本当はどういう構造になっているのか、ますます謎が深まります。かといってですね、今回のラストでお互いの領域展開が使えないガチの殴り合いに発展しているのを見ると、宿儺も決して手は抜いていない模様です。つまり裏を返せば、宿儺には今風ガを使えない理由がある。またもう一つ気になるのは、なぜ適応させたマコラをそのまま出し続けずに影の中に引っ込めたのかということ。あとは領域展開を発動して五条を追い込むだけで倒せるのであれば、そのままマコラと一緒に攻め込めばいいだけの話。しかしここで枕を引っ込めたということは、宿儺には縛りで徳佐の掛け棒術を常時召喚できない、枕を出したままでいると危険だと予測した、このどちらかであると予想できます。その縛りに関してはですね、宿儺はもっぱら無料空所に対しての適用に注力していたので、おそらく伏黒に適用を肩代わりさせてなければ徳佐の掛け棒術の制限はないはず。つまりですね、宿儺は領域展開が使えなくなっている五条に対しても式神を瞬時に破壊される恐れから、あえて徳佐の掛け棒術を通信に据えた戦術を使っていないことになります。そして五条悟をボンプと呼び、かなり見下したような物言いをしていた宿儺ですが、表向きの言葉とは裏腹に式神を即座に引っ込めという描写にそんな用意周到さが見え、五条悟の無加減術をどれだけ脅威に思っているかが分かります。マコラにより5度目の無力空所を破られてしまった五条は6度目の無力空所を発動しようとするも、大量に鼻血を出し倒れ込んでしまった。これこそが乙骨の心配していたとんでもない無茶の反動。一度見ただけで真似ができる宿儺がその仕組みを今回解説してくれたんですが、そもそも術式への反転術式などというものは存在せず、実際は脳への反転術式でした。術式の刻まれている脳、大体右脳の前頭前野といったところかな。一度自らの呪力で脳を破壊してから反転術式で治療することで焼き切れた術式をリセットしていたな。前頭前野とは脳科学総合研究センターによると、人を人たらしめですね、思考や創造性を担うですね、脳の最高中枢であると考えられているそうです。主にワーキングメモリー、反応抑制、行動の切り替え、プラニング、推論などの認知実行機能を担当し、高次な情動、動機づけ機能とそれに基づく意思決定過程も担っている。要するに計画的な行動、理性的な思考はこの前頭前野の部分によるところが大きく、よってですね、呪力をどう扱いどう出力するかといった高度に脳を使う行動である術式の
の講師にはかなり前頭前野を使った思考であると推測できます。この前頭前野をですね、なんと五条悟は一度呪力で破壊して、その後反転術式を使うことで術式を焼き切れる前にリセットしている。これが術式への反転術式のからくりでした。そしてもともと五条はジョージの無加減術発動はですね、脳が負荷に耐えきれず焼き切れてしまうところを自身の脳をですねジョージ修復し、通常の呪力操作と並行して使用することで無加減のジョージ発動を可能としている、いわば脳への反転術式のスペシャリスト。故に4回も立て続けに脳の一部を破壊し、反転術式をかけてもなんとかなったんですが、脳の特に術式に関わる箇所はブラックボックス。直そうと思って直せるほど単純じゃねえ。やった回数だけ死にかけてると思っていいだろう。もちろんただでさえ複雑な脳を一度破壊してから反転術式をかけてるわけですから、当然脳に疲労やダメージの後遺症は蓄積されます。そして術式を扱う部分はブラックボックスとされているように、複雑な脳の使い方をして術式は出力されているはずなので、その疲労や後遺症によるわずかなズレは術式精度にどんどん致命的な誤動作を引き起こす。それが反転術式の精度にも影響を及ぼすはずです。つまり反転術式で脳のリビルドを行えば行うほど徐々にエラーが大きくなり、よって五条が領域展開を使えなくなるほどにエラーが蓄積されたということはですね、この脳へのダメージは修復不可能か、仮に修復可能だとしても相当な時間を要するはずで、この宿儺との1秒たりとも無断できない戦いにおいてはおそらく困難。それで前回の語りで最後の領域展開と考えたのかもしれません。スクナがダウンした五条悟を見て勝ち起こり、領域展開含み石を発動した瞬間、中心になるはずの建物がボンと音を立てて瞬時に崩壊し、同時にスクナの眼球や鼻からは血が噴き出した。明らかにこれは五条悟と同じくスクナの脳に致命的なダメージが入っています。実はこんな伏線は前回第229話が掲載された週刊少年ジャンプ2023年33号の刊末コメントで赤見先生から丁寧に説明されていたんです。脳の仕組みが違うので、無量空所は呪霊の方が人間より効きが弱かったりします。これは明らかに今回スクナが負った脳へのダメージと最初に無量空所の被害者となったジョーゴを比べての発言だったことがあります。そして15話で無量空所により無限界の知覚を強制されたジョーゴはもちろんですね行動不能になっていましたが、その後特に後遺症などは発生せず、花見に頭部を抱えられダゴンの領域結界に戻ってきた時も普通に話せていました。おそらくジョーゴはですね五条悟が虎杖にですね領域展開の解説をし始めてから頭部をもぎ取られるまでずっと無量空所の必殺効果である無限界の知覚を浴び続けていたことや、この後渋谷事変で 0.2 秒の無量空所を食らった一般人が全員社会復帰を果たしていることから、無量空所は脳死によるフリーズが最大の必殺効果。このようにおそらく大半の方が認識していたと思うんですが、どうやらそれは違ったようで、最大の必殺効果は無限界の知覚そのものだった。スクナが無量空所を受けた時間は延べ10秒にも満たない。それでも五条悟同様に領域を展開することが不可能になるほどのダメージを脳に受けていた。そう、五条が5回目の脳の反転術式を限界を迎えたのと同様、スクナは2回の脳の反転術式に加え、無量空所10秒による無限界の近くでかかった脳への負担で領域展開を発動できなくなっていた。つまり脳への破壊というダメージに換算すると10秒間の無量空所は3回脳を破壊したのと同程度のダメージを脳に与えることとなり、つまり雑に計算すると通常の術師ならおそらく3秒無量空所を食らっただけで脳死に至る。これこそが無量空所の真の必殺効果だと言えます。脳の仕組みが違うので無量空所は呪霊の方が人間より効きが弱かったりします。そして先ほども引用しましたが、前回のジャンプで赤見先生が補足したこの説明は誤解されてはいますが、要するにですね、無量空所は普通の人間なら中に入っただけで即死します。こういう意味だと思います。五条悟の逆転劇によってスクナが自分が無量空所に耐えられないのが計算外だったというキャラクターとしての格好を下げるような展開になったんですが、ノリの王とまで呼ばれている作中最強格のですねスクナの格をただ下げて終わる描写は不要な気もするので、この計算外の描写はですね何か別の意味があると考えるのが自然。そして伏黒恵の体をですね様々な手段で完全な支配下に収めようとしていることや、賢者からですね顔そのままなんだと言われていることから、スクナ自体はですね伏黒のままの状態でいることが不自然な状況であると考えられます。さらに今回のようにですね計算を間違えて大ダメージを受けていることからも分かる通り、スクナはですね生身の人間の肉体に慣れていないのではないでしょうか。1000年前のスクナはそもそも顔に4つの目があったり腕が4本あったりと体の構造からしてかなり人間離れしており、また伏黒当時を超える筋力ダルマのような形をしているため相当な身体能力もあると予想。つまりスクナ本来の肉体は普通の人間に近い伏黒に比べ段違いに強靭であり、そのためですね伏黒の体がどこまで耐えられるかをいまいち把握しきれていないのでしょうか。もちろん様々なメリットデメリット総合的に判断した結果、伏黒の肉体の状態で居続けているわけですが、顔それでいいんだ。今はな、術師連中と戦うのであればこのままの方が都合がいい。そして216話でスクナがこう発言していたことから、必要に迫られれば何かしらの方法でいつでも1000年前の姿に戻れる、こう解釈できるんです。
ラストの煽り分で最強決戦はラウンド2へと書かれていたので、今回第230話で両者ともに領域展開が使用不可能になったことでですね、ラウンド1は終了。芥見景樹先生も五条悟を分かりやすく最強の術師としてデザインしているだけに、いかに五条を弱体化するかが肝になっており、それゆえ宿儺と五条両者が領域展開を使えなくなるという分かりやすい弱体化が行われたと見ることができます。もちろん宿儺にはですね、伏黒の体から離れてさらにもう一段階完全体への変身が待っていることを考えると、領域展開が再度使用可能になる流れも全然あり得る。五条は一応人間なので、なかなか領域展開の再使用可能には持っていくことが難しいともするとですね、最終回まで無力症使用不可能状態が持ち越されるかもしれません。となると次なる五条と宿儺の決着はおそらく純粋な術式の火力勝負。ああよかったよ、術式の性能では僕の方が圧倒的に上だ。第226話で五条悟が陸眼で見通したところによると、術式の性能は宿儺の斬撃術式イコール見ずしより五条悟の無加減術の方が圧倒的に上のようですが、これは斬撃術式に限った話。そう、未だに宿儺の風牙が五条悟に向かって捨てられていないんです。今まで作中で宿儺が風牙を使ったのも上吾とマコロに対しての2回であり、その両方とも周囲に見学する術師がいなかったことから、五条が風牙の存在を知らない可能性は全然あります。しかし五条も風牙を上回る術式を持っている可能性がある。それが挙式紫を超える新技の存在。マコラが主にですね、領域展開無料空所の対策にしか使われなかったことで、散々読者の皆さんの間で予想されている五条悟の新技という切り札がまだ切られてないことになってます。よって考えられる展開は決着の1だが、五条悟の新技対宿儺のボックスとなるでしょう。五条も宿儺も脳に大ダメージを受けた状態での戦闘となるため、今はおそらく術式がまともに機能していない、呪力で強化したフィジカルの戦闘になっていると思われますが、お互いにですね、術式を使用可能なレベルにまで脳が修復されたら、その時に宿儺対上吾の決着のように大技の打ち合いが間もなく行われると思われます。という感じで考察してきたんですけど、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。